気球の撃墜をめぐってアメリカと中国が対立を深めている問題で、中国外務省はアメリカの気球も中国に不法に侵入していたと主張しました。中国外務省の報道官は13日午後の会見で、アメリカの気球が去年の1月1日以来十数回中国の領空に侵入していたと発表しました。 アメリカの気球を撃墜したのかとの記者の質問に対しては、その都度責任ある専門的な措置を取ったと答えて、明言を避けました。報道官はさらに、アメリカこそが最大のスパイ国家だと改めて非難しました。